ホルムの戦い解説、今回で最終回。果たしてドイツ軍は地獄から脱出できるのか。まあ脱出できてなかったら動画にしてないんだけどね。まあそれはさておき、周辺では雪解けにより市内のドイツ軍がバラバラになったとこまでを述べた。市内のドイツ軍が弱体化したのを好機とし、砲兵の支援のもとに戦車を伴った大規模な攻撃を実施。ドイツ軍は分断されたこともあり、攻撃は成功し市街地北部を失い、また包囲下にあった将兵の1割がこの戦闘で失われた。ただ赤軍はこの攻撃後再度攻撃を実施しておらず、ソ連側の被害も少なくないと考えられる。さてホルムのドイツ軍はもはや風前の灯火であるが、包囲外のドイツ軍はどういう動きをしていたのだろうか。実のところモスクワ攻撃失敗後、北方軍集団が管轄するホルムを含む全ての戦線で大規模な反撃が行われており、各戦線の支援のために2000級の部隊までもが引っ張り出され、わずか5000人が包囲されているホルムに増援を送る余裕がないのである。これに加え前編で述べたようにウッカーマン戦闘団による救援も失敗し、マイナス40度の過酷な環境であったことからも冬季に救援作戦を実施するのは不可能であった。ただ雪解けを伴って状況は好転しており、全戦線で無理な攻撃を続けた結果赤軍の各師団が疲労したのに加え、雪解け水により大地はデイネート化し、装甲戦力の運用も制限された。救援を実施するにはこのタイミングしかなく、ウッカーマン戦闘団による救援作戦が再び実施された。ちなみにウッカーマン少将は他師団の師団長に任命されたため、当戦闘団は新任師団長であるラング大佐にちなんで戦闘団はラング戦闘団と呼ばれるようになる。作戦の実施に伴い、戦闘団は本来ホルムに配置される予定だった第218歩兵師団に加え、第411歩兵連隊及び第184突撃砲士隊、第8装甲師団の一部によって補強された。こうして補強された戦闘団による会を目的とした作戦、緑色作戦が発動され、4月30日に戦闘団はホルムに向け前進した。しかしながらこの動きは赤軍によって察知されており、作戦実施前より戦闘団に対する攻撃が幾度も実施されているほか、4月30日にはホルム市街全体に大規模な砲撃が実施され、さらに5月1日には戦車重量を伴った攻撃が南以外の3方向より行われ、守備隊の奮戦もあり西及び北からの攻撃は撃退したものの、東側の守備隊は路角や砲で抵抗したものの弾薬不足により午前9時までには撤退。ついに赤軍による戦線の突破を許した。これに対し守備隊の総司令官であるヒェーラー将軍は航空支援を要請。急降下爆撃が行われたほかグライダーによって対戦車砲が守備隊に届けられた。これら支援のおかげもあり東部での攻撃も撃退し、正午にはヒェーラー将軍は攻撃の撃退を宣言した。しかしながら市街地に対する砲撃は続けられており、守備隊の被害も少なくなく、翌日以降も攻撃が行われ、5日までに赤軍は戦車十数両と歩兵1000人ほどの被害を出しながらも市街の一部を確保した。一方でラング戦闘団も赤軍の妨害を受けながらも3日夕方にホルムから2キロ地点に到達。5日早朝に突撃砲を主体とした部隊が赤軍戦線に突撃。激しい戦闘が続き、夕方には守備隊との接触が果たされ、4時25分にはラング戦闘団の部隊が市内に侵入した。こうして3ヶ月も包囲されたホルムは解放されたのである。ただホルムをめぐる戦いは依然継続中であり、ホルムの戦いが終了したのは42年6月であった。こうして戦いは終わったが、ドイツ側は1ヶ月の間に約1500人が戦死したほか約2000人が負傷し、数十両の車両などが失われた。これに対しソ連側は資料が公開されておらず、詳細は不明であるが約2万人と戦車十数両の損害を被ったと考えられる。またこの戦いは数倍の赤軍と対峙しながらも3ヶ月もホルムを保持したことからプロパガンダに用いられ、従軍した全ての兵士に勲章が与えられたほか、指揮官であったヒェーラーには騎士鉄十字章が授与された。さらに国防軍の機関紙に多くの記事が掲載されたほか、戦時報道隊員であるムックが撮影した写真をもとに画報も出版された。また戦術面においても他の戦いに影響を与えており、包囲下の友軍に対する補給を空輸で成功したため、スターリングラードでの補給が空輸で実施されることにつながった。ということで3回にわたって続いた解説もこれで終了。ご視聴、ありがとうございました。